ギガスクール構想に関するアンケート分析事業者を募集するということになりました。今月末まで実施しているギガスクール構想に関して、現場の声を聞くためのアンケートについて、回答内容を分析する事業者を民間から広く募集したいと考えています。現時点でそのアンケートに対して大人用は約2万件なのに対して、子ども用はもうすでに約14万件ということになっておりまして、本当に多くのご意見をいただいていることに感謝をします。で、いただいたアンケート結果を事業者に提供してですね、データ分析をお願いしたいというふうに考えています。例えばテキスト解析などの技術を持つ事業者とか、教育関連の事業者などに多角的な視点で分析考察していただくことを想定しています。子どもたちや教職員からのリアルな声を今後の施策の検討改善に生かしたいというふうに思います。分析事業者の募集はデジタル庁ウェブサイトで、今日から7月27日まで行う予定ですので、ぜひ応募をお願いしたいと。これまで出てきた意見で、どんなものがあるのかという、前回も質問いただきましたけれども、子どもたちから出てきた意見で多かったのは、ルールを守って使うことが大事だ、ネット回線が遅いとか、教科書をデジタル化してほしいといったものが多いように聞いてます。で、またそういう機器の持ち帰りについて、便利なものはどんどん使わせてほしいです。失敗することも学びだと思います。失敗する前から禁止にされていて活用はできませんといった声がありまして、これもまさに私と同じ意見だなというふうに思いました。で、この他に大人からの意見で多かったのは、学校のその ICT サポート、活用をサポートする人材や、教職員への ICT の研修が必要。公務や保護者との連絡のデジタル化を推進すべき。教職員にも一人一台の端末が必要。学校との意識改革が必要といったものです。ですから分析して、関係省庁とも当然すべて共有していくんですが、検討した後に8月中央目途に提出意見及びその概略改善策を取りまとめて公表したいというふうに考えています。私からは以上でございます。いや、 IT 室でやるんですけれども、それをそのできるところ、要するにテキストデータを分析するっていう技術もどんどん進んでいるので、そういうものを使ってやると、やるのは IT 室なりその関係省庁がやるということですが、そのやり方に協力してくれという話です。もうはっきり言って目視じゃ無理でしょ、これ。もう14万の子どもたちの、今回はですか、子どもたちがこう選んでるんじゃないって記述してるわけで、このせっかくですから、やっぱり全部をちゃんと把握したいということで、子どもたちの意見を正確にその汲み取るためのツールを使うということだと思います。